背景は三番瀬の水中です。こんなに水が透き通っている時もあるんですよ。こちらがイカの一種一。はじめはヒメイカかなと思ったのですが、採集した場所や動きが水族館で見たヒメイカと違うような気がしたので、今のところこのように呼んでいます。それにしても、 小さなイカですね。このイカは、毎年、初夏から夏にかけて、三番瀬でたまーに見かけます。海底を網で引きずっていたら、偶然取れたり、また、杭のような障害物のそばで、発見することが多いですね。こちらが、2019年9月下旬に、三番瀬の少し沖の方で、このイカを発見した時の様子です。 福井に寄り添うようにして、2匹のイカが水中を漂っていました。普段は透明な体をしているようで、先ほどの映像では興奮のためか、小豆色の体色になっていましたね。 水中から出すと、このような感じです。果たして、このイカは、ヒメイカなのか、それとも別種のイカなのか、はたまた他のイカの子供なのか。気になるところですが、今のところ答えは出ていません。